土手来男は、花と箱の小説、週刊朝日の能に連載された。山前を起こした山本武雄をモデルとした立志伝である。第一部が全六巻、第二部が全五巻の二部構成、全十一巻からなる。原作者の花とが脚本を担当して、テレビドラマ化されたのが好評を博し、角川文庫から文庫化、また映画、舞台、漫画にもなった。 舞台作品は近年では2006年10月に京都の南座で29年ぶりに再演されている。題名にあるドテライトは奇襲弁ですごいのいい。近代以降の大阪をステレオタイプ化した作品の一つである。山前はこの作品を写業、写史の一部に位置づけており、テレビドラマ放映中の1975年からドテライ氏と名付けた商談会を開いている。 大阪立ち売り堀は、鉄道宮の町である。その立ち売り堀でも、一流の機械器具富山江戸文字商店に、福井から大阪に出てきた、主人公、山下武作りが、親友の大阪と共に列地として住み込んだのは、昭和十年春のことである。背が低く小太りの親友列地、山下武作りが一人で円卓に乗ってきた、しばらく後に武作りの父と親友の大阪が、 大阪駅から歩いてきた。岳栖くりの型破りな行動は、入店早々から店主、前戸文治、支配人岡田に、どてらい男が入ってきよったと、期待と恐れを抱かせるが、その反面先輩からの風当たりは強く特に、手大角の武田は何かにつけて、露骨に敵意を示す。岳栖くりは、女中の大脇に特別に握り飯を作ってもらい、迫害に対抗する。全土、 文字の義前の弥生は、文字夫人とは、長女と四女で、違いがあるだけに、年の開きは、親子ほどあった。京都の両親は早くに他界し、弥生は女学校を卒業すると前時に引き取られた。武田は、弥生との縁談が進行中で弥生への満たされぬ、思いを、芸儀の意図地を抱くことで嘘を晴らしていた。その隙をついて武田作りは、偽電話で、 タケタに復讐するが、帰って前とから手厳しい叱責を受ける。取り扱う商品がすべて輸入商品である商売は、英語が読めるか読めないかが大きくものを言った。タケタをはじめ先輩店員たちは、タケシ作りを苦しめるのに、特別の手段がいらないことを悟った。アルファベットを言うだけで、タケシ作りは手も足も出なかった。風呂焚きを日替わり交代でしていた。 たけしつくりと、大阪はやよいに、英語の教えをこう。やよいは、風呂の湯気で曇った窓ガラスに、ABC と書くがたけしつくりたちには、反転文字である。大阪がそれに気づいて、大洗の二人だった、走行ううして、翌年の春に、夜間中学に入学する。背広を着た、中学生県と紹介の芋生と出会った、芋生に食事に誘われ料理屋へ行くとげ息が7、七、八人。 竹ケ作りは二人の芸妓は挟まれて、どぎまぎしていた、遅れて千代菊という名の芸妓が現れた。イモセは千代菊を好いているようであったが、イモセを相手にしたくなかった千代菊は、山下竹ケ作りさんと呼び、イモセが驚いていると千代菊が竹ケ作りの授業料を払って学校へ行かせていると言い出した。千代菊は、隣の部屋にある風呂敷に、山下竹ケ作りの名前を見たのであった。 千代菊は別のお座敷に呼ばれていった。竹し作りは酔いつぶれて寝てしまう。猛烈な喉のどの渇きに目を覚ますと隣に糸辞という芸域がいた。時間を尋ねたら午前3時であることを伝えられたデッチは仕事以外の外出はいかなる場合にも許可を得て11時半までに起点、無断外泊は厳罰に処された。店に着いたのは午前4時を過ぎていた。 結局、武田に見つかってしまい主人の前イから、原法処分と外出禁止処分を受ける。武田の妨害で、学期末試験の勉強ができず芋生徒教師の、買収を思いつくが失敗に終わる。しかし、なんとか落題は免れた。武士作りは、屋根の上にいた。そこからは、主人一家の住居が丸見えであった、武田の両親と前と夫妻が、縁談の話し合いをしていた。武作は何気なく、 主人たちの話し合いを立ち聞きしている、お脇を発見する。お脇が、前と夫人に見つかりそうになり、お脇に、大声で叫ぶと、竹士作りは、屋根から地面に落ち、お脇が、この世のものとは思えぬ悲鳴を上げた。それにびっくりした前途は、ケツまずきた名の茶碗を、頭から浴びいてしまった。竹士作りは、前とと同じ病院に入院したのである。 小脇は立ち聞きしたことで暇を出された大阪の中国で痛む体の岳作りは前との病室へ赴き、竹田の場合打っては今もけ半年間で、竹田の場合ったら竹田と弥生の縁談を破談にするとの約束を前とから取り付ける。この縁談に気の進まない弥生は竹史作りに感謝する。竹史作りは外交の基本を知らないため最初の1ヶ月は全く売れず、竹田に 給料泥棒と罵倒される。ある店で初商いをし喜んで店に帰り、岡田支配人に話したところ、前とでは国産品は扱わないと聞かされるが、岡田支配人を解き伏せて竹し作りは国産品専門で商いするのであった。商いをするにあたり竹し作りは新規の店には開店直後か閉店間際を狙って売り込みに行き、一度取引ができたら中間時間に、 行って、こんにちは、前と大きに。と、背の低い文声を張り上げて入っていく。いつしか、そんな竹士作りが、人気者になっていった。そして4ヶ月目の今、売上成績は、竹田と同額に追いついた。前と大きに鳥打ち棒に、デッチの着物、のそりと小太りの姿を表す竹士作りを見て、こって、牛と言われた。そして6ヶ月目武田の2倍は愚か3倍の。 売り上げたのである。前途から武田と弥生の縁談を破断にすると言われた。とある店の事務所で、くたびれた背広に、ネクタイも曲がり武将髭の年を言った外交に声をかけられた、外交に行く先々で時々見かける顔だったその、老人から昼食に誘われ、大石老人から、得意先を自分のものにするためには、心がなければならないことを、飽いは心やと教えてもらった。 店に帰り岡田支配人に、大石老人のことを聞くと、外交の神さんと言われる。大石は、大石全米といい大石よ商店店主をやりながら、掘った商店の番頭を兼ねていた。その翌日から、得意先に行き、掃き掃除や拭き掃除をした外交が目的ではない、掃除だけ済ませて帰る時もあった。戦争が激化してくる中、前との店からも、先輩店員3名が、 招集令状を受けた。岳津くりは近畿一円に得意先を広げ、かつての前戸商店の総売上げの1ヶ月分を一人で売っていた。その頃武田にも招集令状が届いた。岳津くりは東京に進出し、軍隊を得意先にしようとしたが、陸軍省は東京にある。岡田支配人に東京に販路を広げることを告げると、 岡田に帰りに家に寄れと言われる。そこで、岡田の娘清子と出会う。岡田は、嫁と別居していて、嫁は、東京暮らしのため清子は、東京育ち、岡田は竹士作りのために、東京を教えるために、清子に会わせたのである。清子に会うう,うちに愛が芽生えた。そんな時に、岡田に招集令状が届いたのである。岡田の出生祝いが、前と商店の2階で取り行われた。 そこで前とから竹士作りを次の支配人にすると告げられる。竹士作りと岡田は二人きりの二次会をしていた。その席で岡田から清子の婿に大阪を迎えたいと告げられる。武士作りにとってはまさに晴天の霹靂であった。自分の愛する清子が大阪の嫁に特納するが、親友、大阪のため自ら身を引き、また清子も東京に帰ったのである。 たけし作りの東京での初仕事は、玄関払いであった。店の主人と会っても大阪商人が嫌いだから、取引をしないと言われる。翌日も3件断られ4件目の店で主人から、安ければ大阪であろうが取引すると告げられた。ところがたけし作りが、値段の駆け引きをしたために、大阪では通じても、東京じゃ通じないぜと断られ店を出ると、いきなりタクシーが急停車した。 その車から大石が降りてきた。大石は東京では決まった車を貸し切り1日目は挨拶回り、2日目は横浜の車で回り、3日目に東京の集金と注文をしていた。そこで、竹し作りは2日目に車が空いてることを知って貸し切り、大石と同じところを回って、そのほとんどの店で注文を取ったのである。大阪に戻った。 タケシ作りは5万6千円の売り上げ報告とタクシーを使用したことを報告すると前とはタクシー代をタケシ作りの給料から転引きにする。東京の繁華街を歩いていた時に何気なく横を見ると清子がいた。清子は母からの勧めで中学教師と結婚したのであった。タケシ作りががむしゃらに売っていた東京方面の売り上げは月間100万円を突破した。 竹ケシ作りの販売成績を上回る者は、立ち売り彫りのどこを探しても見当たらない。兵隊に取られた店員は20歳未満か50歳以上に、限られ18歳の竹ケシ作りは群を抜いていた。前途は、この飛躍的な利益を見て、会社組織に切り替えた。会社組織になると同時に給与規定も改められ、小学校卒と中学校卒と、はっきり基準が分けられた。 たけしつくりの月給は8円と支配人手当の2円で合計10円、同期で入店した、中学校卒は12円、前戸社長の給与は150円だった。この給与の不公平さで前戸と衝突した。会計担当者村田が特攻警察に通報し、たけしつくりは逮捕され、取り調べを受けたが、引き取り人としてきた前途に、この山下に赤の権利はない、つまらんことで訴えるなと。 刑事が怒鳴りつけた。大阪は竹士作りに対して、こんなことを告げられるほど、恨まれる自分をもう一回考えろと竹士作りの心臓を突き刺すことを言う。故郷の福井から大阪に出てきた、主人公、山下竹士作りが、昭和10年大阪立ち売り彫りの機械工具トン屋、前戸文字商店へ、鉄地暴行に入る。東京出身で、裸一貫から起業し、 立ち売り堀りでも指折りの問屋に育て上げた、全土商店の創業者、さきとふみのすけのような立派な商人になる待望を、抱き、持って生まれたど、根性と、型破りな行動から故郷ではドテラい男と呼ばれた、たけし作りの新米でチラらしからぬ言動は、主人の前へとをはじめ生意気だと、先輩店員たちの反感を買う。中でも、番頭の武田が意味嫌い店から追い出そうと必要に、 嫌がらせをする。しかし、親友の大阪、先代の娘やよい、支配人、岡田、女中の大脇といった理解者に助けられ困難を乗り越えていく。前土文治は、後継ぎの兄が他界したため、銀行を退職して若丹になり、創業者の父も他界すると、二代目店主になるも、商人の才覚もなく遊郭で遊び回り業績は悪化する。 店の将来に不安を感じた弥生は、おじの前イから勧められた、武田の結婚を断り、自ら経営に乗り出す。結婚を断られた武田は店を辞めると言い出す。営業トップの武田に辞められると困る前とは、嫌がる弥生を解き伏せる。武士作りは、お脇と深い関係にありながら、弥生と結婚しようとする。武田から弥生を救おうと、前とに、 タケタの場合売って場合儲け、半年間でタケタの場合売ったら破談にするとの約束を取り付ける。タケシ作りは外交員になり、張り切って得意先回りをするが、外交の基本を知らないため途方に暮れる。将軍と言われる凄腕の外交員大石に出会い、商いの厳しさを教えられる。得意先の店舗の掃除回りから地道に始め、奉仕してタケシ作りは得意先の心をつかみ、 売り上げを上げ、武田の成績に肩を並べ、ついには追い越すまでになった。焦った武田は、他の店員の売り上げを自分の成績に加えるという古俗な手段に出て、土壇場での巻き返しを図ったが、小財区はすぐにバレて武士作りはかった。しかし喜んだのもつかの間、女で一つで店を切り盛りしようとした弥生は、無理がたたり入院。 廃病の弥生と結婚しなくてよかったと暴言を吐く、武田は首になった。戦争が激化してくる中、岡田支配人に召集令状が届き出征するなど、立ち売り堀にも戦争の影が忍び寄る。販売課長に出世した武士作りは、軍需商品の需要が増えることを見越して、東京への販路拡張に意欲を燃やし、前との反対を押し切って東京に乗り出す。 もともと、東京の商いに乗り切れなかった前途は、東京で円卓を使った外交の費用を、武士作り個人に負担させる。以前から前途の経営方針に不満を抱いていたが、この一件で経営者としての前途に見切りをつけ、1年間のお礼奉公をして、若干20歳で独立し、山前商店を設立する。武士作りの故郷では、 母嫁が村一番の出世頭になった息子のために、福井の洗濯や兵庫屋に嫁いでいる実妹の娘、茂子との縁談を勝手に進める。招集令状が届き入隊を控えて故郷に戻った、タケシつくりは、茂子の幸せを思い、明日にも知れない自分との結婚はやめた方がいいと説得するが、茂子の嫁入りの決意は固く、タケシつくりと茂子は祝言をあげる。 翌朝、岳津作りが入隊すると、重子は、大阪の山明に向かい三人のデッチと、働き始める。入隊した、岳津作りは、病気を理由に除隊になり、大阪に戻った、岳津作りは、重子という裁量の伴侶を得て、一層商売に、邁進する。恨みを持つ前とは、経済警察に、山前商店が、軍の指定工場という名目で仕入れして、 闇取引を行っていると密告する。当時闇取引をしないとニアは皆無だった。そのため、経済警察に逮捕され、厳しい取り調べを受けたが、竹志作りは、立ち売り堀りの同業者を守るために目標を貫き通し、無罪方面になった。しかし二度目の召集令状が届く。今度は、簡単に戻れないと判断した、竹志作りは、山前商店を畳む。同じく、 け田、禅都にも、召集令状が届く。禅都に代わって前都商店の看板を守る、大阪に必ず戻ってくるから、それまで立ち売りぼりのことは任せたと頼み、茂子には必ず生きて帰ってくると誓って出征する。けし作りの配属された部隊の班長、坂田軍曹は、元の職業は、風呂屋の番台であり、インテリア成功した人間へのコンプレックスが強かった。そのため、 口の達者な武士作りは早々に目をつけられことあるごとに仕ごきを受けるしかしタバコで商いをしたり兵隊仲間と株式会社を作って金儲けをしたりして軍隊を生き抜く日本の敗戦が濃厚となり今度は連日激しい空襲を受けるようになった武士作りたちを乗せた輸送船はアメリカ軍の潜水艦の攻撃を受けて沈没する九死に一生を得て 沖縄に上陸した、岳津くりたちの部隊は、アメリカ軍との戦闘を開始するが、岳津くりをはじめ生き残った日本兵は洞窟へ逃げ込む。絶体絶命のピンチに陥っても、岳津くりの不屈の投資は健在だった。昭和20年8月15日、日本は敗戦した。終戦を迎えた日本兵たちは、アメリカ軍の捕虜になり、 捕虜収容所に収監される際に武士作りは陸軍大将、花輪ダンエ衛門と名乗る。アメリカ軍により、花輪大将として日本人捕虜の最高責任者、大隊長に任命された。演芸会を開催して、捕虜たちを勇気づけたり、待遇改善に尽力したりと大活躍した。しかし、坂田軍曹と武田が捕虜収容所に入ってきて、 竹ケ作りが二等兵であることを密告し、MP に逮捕され階級詐称の罪で裁判を受けることになる。大阪では主人のことを大将と呼ぶ習慣があると堺が弁護するものの、竹ケ作りの有罪は確実と思われたが、司令官は日本人将校の多くが敗戦後、責任逃れで階級を下に偽る中相手大将を名乗った。 竹ケシつの勇気をた,たえ無罪の判決を下す。堺から敗戦国日本の円の値打ちが下がり、アメリカのドルが強いことを知ると証拠が湧き、アメリカ軍の倉庫の余ったパラシュートで、ネクタイやネッカチーフ等を製作販売した。多額のドルを稼いで、日本に戻ってからの商売の元でのためだった。茂子こと、大阪は、竹ケシつは生きていると堅くなに信じる二人だったが、 それ以外の人たちは、たけしつくりは戦死したと思う。しげこの実家の両親は、兵庫屋の従業員のくすのきと再婚させようとする。役場からたけしつくりの戦死の知らせを受け取った、たけしつくりの母嫁は、しげこを思い切らせるためにしげこの席を抜く。周囲の圧力に屈してしげこは、くすのきとの結婚を承諾する。その頃沖縄では、一刻も早く帰国したいたけしつくりが、 小病兵が優先されることを知り、痺れや神経痛の偽病が裏目に出て、アメリカ陸軍病院に長い間、研究材料として入院することになる。ついに岳仕作りにも帰国命令が出され秘密裏にドルを持ち込むため、体に包帯を巻き日系2世を装い福井船に乗船し帰国する。名古屋港を経て、福井へ戻った岳仕作りは、焼け残った家屋の間を、 アメリカ兵のジープが走り回る、変わり果てた故郷の姿に暗い気持ちにさせられる。兵庫屋へ行くと、お脇と、つつみ先生に会い、しげこの再婚話を聞かされ、しげこを取り戻しに、城ヶ崎に向かう。途中で汽車がなく、乗り換えたトラックも崖崩れで先に進めず、山道をひたすら歩いて、城ヶ崎を目指し、挙式寸前に、婚礼会場の旅館にたどり着き、 旅館の女将の計らいで、花嫁衣装の茂子と再会する、心ならずも、竹志作りを裏切ったことに、罪悪感を抱く茂子を大きく包み込む竹志作り。茂子を、三方村の実家に預けて単身大阪へ戻った、竹志作りは、三年ぶりの立ち売り堀が、焼け野原になっていることに呆然とする。谷町で前と商店の看板を守っている大阪と、再会を喜び合う。 同じ頃前江戸とと、武田も復員してきた。沖縄で稼いだドルを元手に再び、立ち売り堀りに店を起こそうと考えるが、商売しようにも戦後の物資不足で、肝心の商品が手に入らない。安価で、仕入れしやすい、機械工具を買って商売する仕入れ先として、摂津工具というメーカーに目をつける。そこにはかつて前と商店に、摂津工具から外交として来ていた男が今は、 部長なっていた。巧みな駆け引きで品物を仕入れる約束を取り付けたが、当製品を扱うには営業許可証が必要で、問屋で唯一許可証を持っている、谷町の老舗せ問屋中西いよいよ商店に大名義を融通してもらうたため、正体を隠して、ただ働きをする代わりに商品を仕入れさせてほしいと、やり手の支配人門店に願い出て許される。 岳仕作りはた日も早く立ち売りぼりで商売をしたいとの思いから立ち売りぼり復興会を立ち上げる。角田が岳仕作りの商人としての力量を見込んで、仙台主人の娘かな子が好意を持っているのを知った。岳仕作りは中西いよいよ商店を辞め、新会社設立に向けて本格的に動き出す。そしてついに念願の立ち売りぼりに新会社店主産業株式会社を設立。 開店初日は大勢の人がお祝いに訪れた立ち売り堀の長年の歴史を見守ってきた由緒ある灯籠が今は亡き立ち売り堀の老舗問屋から届けられるその灯籠に火を灯すと竹し作りは必ずこの立ち売り堀の昔のように活気ある街にすると大阪と誓い合う大阪が苦労して戦争中も守り通した全土商店の看板を 復員してきた前途との話し合いの結果、大阪と前との共同経営とするが、しばらくすると復員してきた武田が、前とに取り入って、大阪を差し置いて勝手し放題にするので、ついに大阪も勘忍袋の糸口が切れ独立を決意する。前途に雇われた優子は、大阪の監視役であったが、大阪の誠実さに惹かれ、優子も、前とを去った。大阪は商品受け渡し専門の、 運送会社平和運送を武士作りの支援により、創業し順調に業績を上げていく中、スピード運送なる新会社が2割引きでの運賃でのチラシを巻く。この会社は、前トとマスダの共同経営に、竹田を加えた会社である。平和運送とスピード運送の対立は、障害事件にまで発展し新聞沙汰になり、スピード運送の悪評が立つと、マスダのジップ、 通称金像が前とを解任して、武田を新社長に任命し、平和運送の信用を落とすため、運転手を平和運送から金の力で引く抜く。窮地に立たされた大阪は、自分で運転するが、自損事故を起こし入院することになる。優子は自分を責めて、大阪を助けるため、前とに身を任せるがすでに前とには、何の権限もないことを知り、学然として優子は死を思い、 川辺に佇む。茂子は思い詰めた優子を心配して探しに行くと、川に浮かんでいる優子の靴を見つけた。大阪は優子が受水自殺を図ったのではないかと苦悩し、平和運送は危機に陥っていた。三輪トラックの購入代金返済に苦労する大阪を助けるべく、たけしつくりは平和運送の新規事業として三輪トラックを円卓よりも小型の三輪、タクシー、半、 タクに改造し人を乗せて、商売にすることを思いつき、トラック会社を保守産業の森田社長に、反タク製造を持ちかけ了承を取り付ける。スピード運送は、反タク事業を妨害するために、タケタに呼ばれた、坂田元軍曹が、森田社長に反目している、岡専務一派をけしかけて、反、タクの試作者を、スピード運送に提供させようとする。 小病兵の情報で、武士作りは、運路を連れて、運路の母の居場所に行き無事、親子の対面を果たした。その頃、先に、大阪に帰った森田が武士作りとの藩、宅事業の契約書作成の途中に、持病の心臓発作を起こして、自宅で倒れ込んで休止する。体制産業で実験を握った岡専務たちは、藩、宅事業のパテントを申請して一歩先に出るが、 タケシ作りの熱意により、ハン・タク事業のパテントを見事に手中に収めハン・タクの思想にこぎつける。タケシ作りにとっては大阪を助けるだけでなく、自分自身の時代を見極めるという重要なものだった。当初ハンタクは知名度がなく、客集めに苦労したが、一度新聞に取り上げられてからは、大反響を呼び終わったりした。タケシ作りがハンタクにかかりきりになっている間に、 店主産業は大きな危機に見舞われていた。仕入れを一手に任されていた倉崎が自分の儲けも狙って売れる見込みもないショベルを大量に仕入れて在庫の山を築いていた尻死欲を図った倉崎を激しく叱責した。武士作りが下した倉崎への厳しい処分に癖のある新入社員の黒田がワンマン経営者の応募だと急断し、 社員たちを洗脳し、店主産業に、労働組合を結成することになった。社内で孤立するけし作りだったが、労働組織隊、総革新の森川正則との話し合いで共鳴し、いずれは作らなければならない商人としての組合の、あり方を考え自ら労働組合を結成する。決断式の席上で経営者としては、異例の組合顧問に就任し、 社長をしげこに譲ると発表する。たけし作りの考えを理解できない立ち売り堀りの経営者たちは、天守産業を立ち売り堀りから追い出そうと、天守産業が倒産するという噂が飛び交い、売るかけ金を集金するために、多くの者たちが押し寄せたことで金庫が空になる。そこに来て、大量の在庫の元凶であるショベルの仕入れ先平和プレス産業が売りかけ金の催促をしてきた。 会社の評判を取り戻すため給与の一手で考えついた巧みな駆け引きで売れ残りのショベルを新製品の文化鍋と交換させる。当座の危機を乗り越えて一息ついたのもつかの間、重子の実家から父、矢之すの帰得の知らせが届く。重子は福井へ向かった、たけし作りも後を追った記者の中で、広志さんという風変わりな男と会った。絵体の知れない箱を座布団を敷いて、 座席を占領していた。嫁さんの遺骨だという。広志さんの体から甘いミルクのような匂いがして、し作りはケーキ屋だと思う。広志さんこと、日の広の心は、天才肌のケーキ職人で物資が不足する中で、大阪で、ケーキ工場を営んでいる気骨のある男であった。広志さんのケーキを食べ、うまさに感動した、し作りは、甘み好きの義父、矢之助のために、 ひろしさんのケーキを買い、昏睡状態のやのすけにそのケーキを口に運び、食べ去ると奇跡的に意識を取り戻し家族を喜ばせる。茂子は実家に残り、やのすけの看病をする。大阪に戻った、たけし作りに新たな問題が起こっていた。平和産業の文化鍋が予想に反して、全く売れず逆に返品したショベルの注文ばかりだった。新製品の文化鍋は、 家庭用としては大きすぎた。もともと専門が機械工具なのに、専門外の家庭雑貨に手を出したのが敗因だった。売れない鍋を山のように在庫として抱え途方にくれる。矢之助は徐々に回復してきたが、しげこは年老いた両親のことを思い兵庫屋を継ぐことを決意し、戦争孤児を引き取って従業員として雇う。そんなしげこのために竹し作りは、 ひろしさんのケーキを注文するが、なぜか嫌な予感がした。そのケーキがたけし作りのもとに届けられた直後に地震が起き、震源地は福井で被害は甚大だという一方に、たけし作りは、シ子のことを気遣いながらも、震災なら焚き出しで大きな鍋が必要となると踏んで、身の危険も顧みず、福井に向かう。福井に着いた、たけし作りが見た街は目を覆いたくなるような、 山条だった。兵庫屋も倒壊し、茂子は、行方不明、地震で崩れた家屋の柱に挟まれた矢之助を、助けようとして、寮の下敷きになり、臨時の診療所に担ぎ込まれた。茂子を必死で探し回り、地震で橋がなくなった川を必死で泳いで渡る。たけしつくりは、震災臨時診療所にようやくたどり着いた。そして母よねと再会し、 その場に横たわってるしげこを発見する。しげこは、たけしつくりを待っていたかのように、たけしつくりの手を握りしめながら安心したかのように、息を引き取る。福井で行われた合同慰霊祭に出席した、たけしつくりは大阪に励まされるがしげこを失った、いたでは、かなり大きく小水出来ていた。大阪で、ラジオの実況を聞いていた、広志さんも富子にたけしつくりがしばらく、 立ち直れないだろうと語った。茂子の遺骨と一緒に大阪に戻る竹し作りを見て、精神的な支えであり、苦楽を共にしてきた災害の伴侶を失った悲しみと、喪失感は大きいにもかかわらず、涙を見せずに強がる姿を、大阪や従業員たちは見守るしかなかった。茂子の告別式の日悲しみの淵に沈む竹し作りを、あざけるかのように、紅白の花輪が届けられる。 差し出し人は前とだった。一時は、日雇い労働者まで身を落とした前途だったが、大手不動産会社を経営する佐々木に、取り入り孫娘の婿になっていた。前途が、立ち売り堀に設立する、佐々木産業の開店日に、葬式の花輪を送る。それまでの経過を知らない立ち売り堀の商人たちは、商人道義にもとるとし作りの行為を激しく、非難し、 立ち売り彫りの連合会は大会処置を突きつける。しげこを失った悲しみで自分を見失い商人としてはやってはならないことを悟った、たけしつくりは成長した木の下を中心にしばらく従業員たちに店主産業を任せて、ひろしさんから依頼されたメリケンコの入手を試み、たけしつくりの参謀を務める運野は、ひろしさんを訪ねて秘策を伝授してもらおうと考え、 新中軍が保管するメリケンコの入手に専念する。広ロさんのためにパンコの調達に奔走する竹志作りだったが、自分の店に帰ってみると、売り上げはゼロ。大阪からも今の状態が続けば、あと10日で倒産すると告げられまさに四面楚下だった。富子は、広ロさんに新中軍の倉庫なら、パンコが売るほどあるはずなので、泥棒に入ることを勧められ困惑する。竹志作りは、 広ロさんのために、トミコを連れて、新中軍のキャンプへ、パンコの調達のために向かう。その途中で前とが、社長の佐々木産業の顧問に抜擢された坂田と再会し罵倒される。倉崎が佐々木産業に乗り込み、坂田と喧嘩をし警察沙汰になってしまった。武士作りは激怒するが大阪には倉崎の意図が理解できた。騒ぎを大きくして、 坂田のインチキ商法を暴露しようとしていたであった。大阪は、前との義父佐々木に、これまでの前との悪行を洗いざらいぶちまける。以前から前との言動に不信を抱いていた佐々木は、前と社長を解任し、社長に、佐々木が就任して取引先に、天守産業を助けるように依頼する。この、佐々木の依頼により、天守産業は危機を脱する。竹しつくりは、 生死が不明だった優子と偶然再会する優子は夜の女になっていた。大阪は優子と会うが優子はわざと乱暴な言葉遣いをしはすっぱな女の振る舞いをして大阪にわざとシミズ姿で坂田と寝ている姿を見せて私はこんな女なのよ。もう近づかないでと言い,い。これを見た大阪は愕然とし未練を断ち切り大阪に好意を持っていた若い従業員の三日との 結婚を決意する。その優子は戦前、前と商店で支配人をしていた、岡田老人と結婚する。武田は最後落ちぶれた、岡田老人に悟されて、武田はポツンとついてない、ほんまについてないとつぶやき、坂田は悔い改めて仏門に入る。武士作りのおかげで思う、存分ケーキ作りができるメリケンコを入手した、ヒロシさんは、マッカーサー元帥に、 自分のケーキをプレゼントしたいという新たな相談を竹し作りに持ちかける。日本とアメリカを結ぶケーキ新全大使を自称して大阪のトラックで大阪から東京へケーキを運ぶ。マッカーサー元水の誕生日ケーキを作ることになり、竹し作りは材料のココナッツを仕入れるために大阪と共にハワイへ行く。ハワイで目にしたアメリカ製の機械工具の優秀さに感激した。 けし作りは早速輸入する商談を現地で取り結ぶ。三方村のけしんが、立ち売りぼりのけしん、大阪、日本、そして、世界のけしんになるんやな、と大阪が言えば、ロックフェラーに負け取られんぞ、とけし作りが答える。それから30年後、大阪の予言通り、山下けし作りは、世界のけしんになった。そこには、 金縁のメガネに派手なガラシャツに白い背広を着た、た、竹子作り。ハワイのビーチでグラスを傾けてくつろいでいる。長い髪のビキニ姿の女性が前を通り過ぎ、その姿が泣き妻しげ子にそっくりで昔を思い浮かべ、一人、寂しそうであった。山下竹子作りの、とてらい男の物語。 1973年から1977年まで関西テレビの企画、制作により、富士テレビ系列で放送されたテレビドラマ、全181回。もともと関西テレビ放送の開局15周年を記念して制作された。3年半にわたるヒットシリーズとなり、歌手だった西郷照彦が俳優としての地位を確立したドラマとなった。 放送開始当初のオープニング映像では、たけしりと運転手役の西川清志が乗るクラシックカー背後に南海電気鉄道の車両が映っており、そのシーンは堺市内で撮影されていた。収録は大阪市北区西天満の関西テレビ本社スタジオで行われた。2013年 TBS のドラマ 半沢直樹がヒットした際に本作を思い出させると、インターネット上では題となり、DVD 化が検討された。しかし、ビデオテープが高価かつ貴重で使い回しが当たり前だった時代の作品であり、関西テレビには第1話と最終話のビデオテープしか現存していなかった。その後、舞台になった山前でこのうち、 第7話から129話までの121回分を録画したユーマチック方式のテープが発見され、東京のレトロエンタープライズの手によって修復、デジタル化が行われた。関西テレビでは残る2から6話及び130から180話の録画テープの提供を呼びかけた結果、神奈川県横浜市から第3話のベータマックステープが見つかり、さらに創作の結果、 13話の冒頭、1から12話のダイジェスト映像も見つかり、ほぼストーリーが終える。録画テープの提供呼びかけは続行されており、媒体不問、音声のみのカセットテープ等も対象である。プロジェクトは告知なく終了している。1973年10月2日から1977年3月27日、デッチ、独立編。 戦争編、戦後編、激動編、死闘編、総決算編1975年2月1日に、東京映画の制作、東方の配給で公開された。カラー、シネマスコープ、上映時間87分。かつてクレイジー映画を筆頭に、若い季節に部作や、若大将シリーズを手掛けた、古沢健吾が、ユートピア以来2年ぶり、東方では、 日本一のヤクザ男以来5年ぶりに監督となった。告訴せず本作の漫画版が1970年代後期に週刊漫画タイムズに連載された。作画は横山正道で単行本は全6巻。ありがとうございます。